はい、皆さんこんにちは、モモンガです。今日はですね、神戸ハーバーランドのビヨンズのアルバム、ファーストアルバムのリリースイベントに行ってきたので、そのレポを行っていきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。はい、今回は1部、2部、3部があって、でアルバム1枚3000円ぐらいなんですけど、その3000円のアルバムで券がね、1部、2部、3部ってあるじゃないですか。その3枚もらえるやつが選べるんですよ。1部、2部、3部でもいいし、全部1部でもいいし、私は今回1部が2枚で2部が1枚にしたんですけど、そうやってこう選べる仕組みになってました。まあ今回はね、3部はちょっと参加してないんですけど、まあ、1部2部の感想としてはですね、まあ、全体的に前見たハロコンがビヨンズの生で見たの最後だったかな、多分リリーベアするより前だと思うからなんですけど、なんだろう、その前見た時よりもっともっとパワーアップしてて、なんか各自それぞれの大人っぽさも出てたし、まあ歌唱力もすごい上がってて、前もすごかったのにさらに上がってて、いやすごいな、なんかこの短期間でやっぱこんなに成長するんだと思いました。まず一部からいきます。メガネの男の子、ゴーウエスト、で MC 挟んで元年バンジージャンプ、4曲目が日本の DNA、 MC 5曲目が熱いです。でアンジュは3曲だったんですけど、ビヨンズは5曲でした。まあメガネの男の子から始まって、その前みたいにこう相打ちじゃなくコールみたいなのとかは全然うるさくなかったです。でゴーウエストももういつも通り盛り上がって、サヤズブートキャンプのとこは結構みんなエクササイズしてました。私はもうなんか何よりも見てたんですけど、で元年バンジージャンプはアルバムの曲なんですけど、こうすごい乗れるような曲で、昭和元年7日しかなかったとか、平成元年消費税 3% になったとか、時代についてのこともちょこっと入ってたりとか、あとメガネの男の子のちょっと続編みたいにもなってて、すごい頭にも残るしインパクトのある曲でした。これもすっごい面白い曲で、あ、またなんか代表する曲が生まれたなと思うと、代表曲多いなってめっちゃ思いました。で日本の DNA はやっぱ一番盛り上がりましたね。やっぱミオちゃんからの入りはやっぱかっこよくて、なんかどん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 なんかかっこよさが増してる気がします。で MC 終わって、で熱いなんですけど、もう熱いはやっぱ一番最初のリリーベでも見た時に、最初は熱いっていう曲はまあ私も好きじゃなかったんですけど、そのミオちゃんのかっこよさとか、そのパフォーマンスありきのかっこよさがこの曲はすごいあるなと思って、やっぱねかっこよかったですね。もうミオちゃんが本当かっこよかった。もうマイココちゃんとミオちゃんの2人のコンビが本当に好きで、女性限定エリアをなんか隅から隅まで落としてる感じがすごいかっこよかったです。まあ1番は結構本当に代表曲みたいな感じでした。あ、第1部はね。で第2部の1曲目が元年バンジージャンプで、2曲目が地下鉄の都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて、 で3曲目がガールゾーンで、4曲目がブラボーで、5曲目が日本の DNA で、6曲目がゴーウエストなんでだったんですけど、まずまあ1曲目で、まあ、元年バンジージャンプ、これ本当にやっぱ多分代表する曲になると思うんですよね。でまあ地下鉄と雨の森川海でユニットで、なんだろう、もう前にやっぱ聞いた時よりももっともっとパワーアップしてて、でそのそれぞれの地下鉄の可愛さとか、雨の森川海のちょっと毒々しい感じの歌い方とかオーラもすごくやっぱ違いっていうのがすごい出てて面白いなと思いました。立吉歌乃ちゃんと小林ほのかちゃんと平井美代ちゃんの3人でのパフォーマンスは私は初めて見たんですけど、こうやっぱオーディションの動画から見てる身としては、あーすごい、なんか3人で曲を歌ってるみたいな、そういう感じになりました。でもそのやっぱ3人の中で平井美代ちゃんの声がすごく通ってて、なんか3人で歌ってるけども、ほとんど美代ちゃんの声がすごい分かりやすかったので、ずっとなんか美代ちゃんの声が聞こえてました。かなりやっぱすごいんだなと思いました。いやこの3人のね、やっぱちょっと見たかったんですけど新曲でも、まあ、ブラボーで、まあまあ、盛り上がったので良かったです。
で、日本の DeNA はもうやっぱ盛り上がって、出だしちょっとみおちゃん噛んだのかな、噛んだのかな、ちょっと噛んだのかなって思ったけど、まあ、とにかくかっこよかったです。で、最後ゴーウエストで。第2部は結構やっぱ飛ばしてましたね。4曲続けて、最初から MC なしでやってたので、すごいひっきりなしでって感じで、ユニットにしてもすごいやっぱ成り立っちゃうビヨンズって本当にすごいなと思うし、なんかもうそれぞれが尊いみたいな感じで、もう本当に良かったです。で、握手なんですけど、今回は特にこうなんだろうな、まあ、今回も早いと思ってたので、もう何にも考えないようにしてて、もうありがとうございます、可愛いです、頑張ってください、お疲れ様ですみたいな感じで、なんかそういう言葉をね言おうと思ってて、で、まあ、一部、まあ、全員と握手して、それでみおちゃんにだけは宝塚の好きな人聞こうと思って、で聞いて、でそう、和穂さんって言ってて、あ、わかりますって、わかりますって言ったら、え、わかりますか、はいみたいな感じの会話を普通にできる長さで、今回握手がちょっと長めでした。こうアンジュとかジュースジュースの時はなんかもうほんとこけそうなぐらい押されるんですけど、ビヨンズは意外と長めでした。第2部はもうみんなにお疲れ様ですって言って、でそれでみおちゃんに、私は浅見純さんが好きですって言ったら、もう無言でもこうやってやられても、わかるわかるってやられました。だからね、ズカトークしたいなってすごい思います。はい、そんな感じですね。もう今回はもうなんかみんなの大人さが増してたのと、ちょっとしか経ってないのに、こうあの時はもうみんな女の子って感じだったんですけど、だんだん女性らしさももっと出てきてて、あ、女の子の成長ってこんなに早いんだなって本当に思いましたね。やっぱ痩せてる子も結構多かったですね。もともと細いんですけど、ちょっとさらに痩せてる子も多くて、ストレスなのか仕事が安定してきて痩せたのかちょっとわかんないんですけど、うん、ちょっと痩せてる子は何人かいました。あと、まあその前のリリーベとかハロコンの時よりもなんかもっともっと団結力が高くなってる気がして、なんかこうノリツッコミしたりとかねっていうのも、あ、なんかすごいこう成長が見えました。あと2部の握手の時に島倉梨花ちゃんこうわーって来て、それで岡村みなみちゃんがわーって行く時にチューしたのかな、私的にはチューしたと思うんですけど、ほっぺにチューしたのかな、なんかそうやって見えてすごい可愛いってなりました。もうほんとすごかったです。いや、もうビヨンズますますパワーアップしてて、どこまでこうね、パワーアップするんだろうってすごい今からでも楽しみなんですけど、もう本当に最高でした。もうこんなにね、歌も安定してかっこよくてバラエティに飛んでて、本当ハロプロらしさだなって思いました。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。